リーマンの方は1日8時間毎日働いてとか、パートタイムであれば時給1000円でとかですね、時間をお金に変えています。しかしこれでは絶対にお金持ちになることは不可能なんです。なぜならこれはお金を払う側にリスクがあるからです。時間には限りがあるから、そんなことじゃないです。会社は人を雇いますけども、その人が本当にメリットをもたらすかは、いわゆるギャンブルなわけなんですね。だから皆さんの社長が皆さんを雇う、何十人を雇うのってのは、これ一種のギャンブルなんです。なので結果を出している人が結果を出してない人の負担をカバーしているという構造なんですね。だからこれが会社の仕組みなんです。これは税金の仕組みと似てますね。でもそうすると結果を出している人たちはどうなるか。もちろん成果報酬という報酬形態を要求してきます。そうです。ウィザートイズマネー RIM の人ですね。例えば営業マンが基本給は低くしていいけどインセンティブ報酬くださいとか、弁護士が1時間相談料金いくらではなく成果報酬でパーセンテージをもらうとか、あとは美容師が固定給じゃなくて業務委託に切り替えるね、場所だけお店に払うとか、そうやって少しずつ TIM と RIM を混ぜる形に変わっていく。それで完全に独立をしてフリーランスとか経営者になると、今まで TI 職だったものが RIM に完全に変わるわけですね。だから1時間いくらではなくて、これを達成したらいくらなどの完全結果が金に変わる働き方になるわけです。